とはやるじゃねえか。翡翠こそ。なんだここ。確かイネスさんがヘンズラに向かうなら厄介なところを通らないとって言ってたけど、ひょっとしてここ。お兄ちゃん怖い。兄ちゃんが一緒なら大丈夫だ。琥珀に怖い思いなんて一つもさせねえからな。ほらてめえもビビってんじゃねえよ。琥珀が余計怖がるだろうが。さっさと行くぞ。見せてやる。出やがったな。クソ、戦いにくい奴らばっかだぜ。慎重に行かないとね。言われなくても分かってるっつーの。これが相馬の力だ。Thank you.
すんなら容赦しねえ。くそ、戦いにくい奴ら。お前、まさかこんな橋まで怖いのか。見てみろよ、琥珀。こんな小さな小川だぜ。頑張れば渡れるって。前はあんな急流の橋を平気で渡ったろ。ここを渡らねえと、この先の町に行けねえんだ。今の琥珀には無理だよ。てめえなんぞに言われなくても分かってるよ。元はといえばてめえのせいだろ。兄ちゃん、怖いよ。大きな声やだよ。翡翠、今はまず琥珀の気持ちを分かってあげなきゃ。気持ちだと？じゃあてめえには生まれた時から一緒に育った妹の、その上怖がられる俺の気持ちがわかんのかよ！ごめん。その娘っ子いけねえな。ひょっとしてデスピル病かい？おめえら随分楽しそうだな。デスピル病の娘っ子、こんなヤバい場所に連れ出しといて喧嘩だ。大したもんだ。おめえら、よっぽどその娘っ子を死なせたいらしい。琥珀を死なせたい？そんなわけないだろ。琥珀にその橋を渡ってもらいたくて。ただ俺たちは橋を渡らせたい。はっ、そのくらいわけねえぞ。いや、知らないと怖い。だろうな。よくわかるよ、お嬢ちゃん。でもな、ちょっくらすまんね。てめえ、何しやが。橋渡るのかい、渡らねえのかい。というわけで、琥珀のデスピル病を治すために旅をしてるんだよ。けど、デスピル病のせいで、あの橋が渡れなくて。なるほどね。でも、あんな乱暴な渡り方はやっぱり、琥珀…普通はそう思うな。でもな、他に方法があったんなら教えてくれ。次からはそうするからよ。自分にできもしねえことを他人に求めちゃいけねえんじゃないかなあ、兄さん。うん。だが、こりゃただのデスピル病じゃなさそうだ。あんた、わかんのか？これでもデスピル病患者の扱いには慣れてるつもりだ。なんせかれこれ20年これで飯食ってるからな。20年、相馬使いの大先輩じゃないか。じゃああんた、俺たちと一緒に来てもらえませんか。頼むぜ、琥珀のために。なんだおめえら、さっきまで喧嘩してたのに、こういう時は息ぴったりじゃないか。どうかお願いします。頼まれなくても、花からそのつもりよ。
ただし宿と飯はおめえらの懐で賄ってもらうぜ。俺はヒスイハーツ、妹は琥珀。俺はシング、シングメテオライト。ガラド・グリナス。ガラドさんだね。堅苦しいのはなしだ。が、ジョーちゃんも目を覚ましたようだな。琥珀、大丈夫か？お兄ちゃん、うん、平気。ちゃんと加減はしておいたよ。デスピル病患者の扱いには慣れてると言ったろ。ああ。次はヘンザルだ。だが、その前にここを抜けねえとな。さあ、行こうか。あの、ガラド？ん？どうして出会ったばかりの俺たちと一緒に来てくれるのかなと思ってさ。デスピル病の娘っ子をほっとけねえお人よしのおっさん総末会ってだけじゃダメかい？うん。うん、わかった。それでいいよ。そいつは俺も随分と信用されたもんだな。俺にはな、デスピル病で苦しむ人をどうしても救ってやりたい理由があるんだよ。理由？ま、おいおい話してやるさ。安心しろ、おめえらを取って食ったりはしねえからよ。ほう、おめえらまだ総末会のひよっこなのか？ああ、20年も総末会やってるあんたに比べりゃな。俺はある商人からこの相馬を売ってもらったばっかなんだ。俺もじいちゃんから譲ってもらったばかりだよ。そりゃ大したもんだ。俺なんざこの相馬を武具解放するのに2
それでも早い方だってのによ。おめえら才能あるんだな。調子に乗られると困るが、ちょっと自信持っていいぜ。ただし本気で調子に乗ったりするなよ。バイ。シングメテオライト、もしかしておめえゼックスメテオライトの？それは俺のじいちゃんだよ。おお、なるほど、じいちゃんね。東大随一と言われたゼックスさんの孫ってわけかい。ガラド、じいちゃんを知ってるの？名前だけだがな。知ってるのは15、6年前に急に姿を消した天才相馬使いだってことくらいさ。だがちょいと古株の相馬使いなら誰でも知ってるはずだぜ。